探したよ。早く行こうよ、西村さん。ちょっと待って。私の水着、変じゃないよね。へえ。ちょっ、何その間、なんか変かな。大丈夫だよ、西村さん。ほら、早く行こう。うん。失敗したかも。死神がなんだか頑張ってる感じに見えたのかも。もっと地味な水着にすればよかった。おい、見ろよ。死神が無駄に可愛い水着着てるぜ。北川くん着てたんだ。もしもし。死神なのに可愛い水着なんて反則じゃねえの。ほら、北川くんも反則級に可愛いって。いや、見たよ、こら。は、北川くんもそれってまさか高田くんも。だいたいお前はいつもいいように取りすぎなんだよ。何が。いいか、俺は嫌味を言ってるんだ。西村なんかにそんな水着は似合わないって。じゃあ北川くんは学校指定の水着の方が好きなの。どういう理屈でそうなるんだ。やだ。北川ってスクール水着の女子が好きなんだ。変態っぽい。おい、違うからな。っていうか、誰がお前らの水着なんて。わかるよ、北川くん。女の子の水着姿って見とれちゃうもんね。やめろ、高田。これ以上俺を変態にするんじゃねえ。やめとけよ、そいつに絡んでもいいことないぜ。くそ。なんかムカつく。お前も笑ってんじゃねえよ。俺に当たんなって。行っちゃった。あ、日野くんも来た。おーい、こっちこっち。女の子の水着姿って見とれちゃうもんね。見とれちゃうってもしかして。私なんて頑張っちゃってるみたいで浮いてるし、恥ずかしい。そうだ、西村さん。え、その水着すごく可愛いね。超似合ってる。